やるなら決めろ、決めたら迷うな。今村チャンネルの今村です。皆さんご存知の最澄の教えに一隅を照らすという言葉があります。最初私は最澄が国全体を照らし隅々まで光を当てるんだと思っていました。しかし違いました。最澄はこう言ってたそうです。国の宝は金や財宝ではなく民、つまり国民一人一人がそれぞれの持ち場を懸命に照らし続けること。大変感銘を受けました。そしてそれに照らし合わし確認する出来事が起きました。今日これをご紹介したいなと思います。朝ランニングするコースに夏になると車椅子に乗ったおじいさんが現れて、その車椅子から降りて匍匐前進するかのように這いつくばって車道と歩道の間にある縁石に生えている雑草をほじって抜いてきれいにされているんです。私は最初あまり何も感じなかったんですが、毎日毎日その作業をされていて、約2、300メーター向こうまで行くと手前にまた雑草が生えているんです。それを見て私こう思いました。俺も頑張らないとなって純粋に思ったんです。でもね、よく考えてみたらこのおじいさん、今村よしみもっと頑張るんだぞって、逃げんじゃねえぞって、そんなことを全然思ってないと思うんです。ただ単にこのおじいさんは自分の持ち場、自分の役割を全うしてるに過ぎないと思いました。それを私が見て感じて頑張ろうと思ったに過ぎない。そうなるとひょっとしたら自分自身が目的を持って行動していること、何かに対して挑戦していること、諦めずやり続けていることを全く自分が知らない人が見て何かしら勇気を与えているのかもしれない、そう思ったんです。だからそれぞれが自分の持ち場を決めて懸命にやり続ける、照らし続けることで、自分でわからないけれども隣の人が光り出し、またその隣の人たちも輝いて、その連続の先に素晴らしい未来があるんだと思います。まず最初に自分の照らす場所を決めないと何も始まらない、そのことに気づきました。それを皆さんにお伝えしたかった。いかがでしょうか。やるなら決めろ、決めたら迷うな。